シュメール、シュメール、アッカド語、シュメール語は、メソポタミア、現在のイラククウェート南部を占めるバビロニアの南半分の地域、またはそこに起こった最古の都市文明である。初期のメソポタミア文明とされ、チグリス川とユーフラテス川の間に栄えた。シュメール人は自らを、ウンサンギが、シュメール語、黒頭の民の意と呼び、その土地を、エンギシュメール語、 君主たちの血のいと呼んでいた。シュメールという用語はアッカド人により用いられた衣装で、このことはアッカドやその北東の絵と近くされた関係を示す。アッカド後のシュメールはおそらく彼らがメソポタミア南部のシュメール人地域を方言で表したものであろう。彼らがキエンがカンガともと自称する言語学的グループのことのままであった。 シュメールとは単に言語学的な概念であり、シュメール語についてのみ適用され、民族集団としてのシュメール人を分離して示すことはできないとも言われ、その場合、シュメール人は正確には、ウンサン義があるいは、記縁義人ないし、言語学的シュメール人と呼ばれる。スバル人入類症は、メソポタミアやレバントにおける、 セム語を話す様々な言語グループと結びついていて、シュメール語の言語的基盤とは関係がなかった。その他シュメール語とエラム語やドラビダ語との言語学的結びつきを指摘する学者もいるが、言語学においてより一般的に受け入れられている説では、シュメール語は孤立した言語であり、例えばアッカド語がセム語族に属するような形での禁煙関係にある言語を持っていない。 シュメールの言語、文化、また、おそらくは、外見も、周囲のセム系の民族とは異なっていた。しかし、シュメールの男子像を見る限り、大きく彫りの深い目、高い鼻、巻毛で、髭が多いなど、セム系と変わりないような要望をした像もあり、民族系統は未だ謎である。悪化道長以前の遺跡に見られる、シュメール人の要望は偵発した彫りの浅い髭のない、 向かいが多く見られ、悪化ド人とは書き分けられているようである。創世記では、洪水後しなる、シュメール地方に住み着いたのは、東からやってきた人々とされており、言語的また要望的観点からモンゴロイドである、可能性もある。シュメール人は、後半に征服民か移住民であると信じられている。しかしそのような移住がいつ行われたのか、また、 シュメール人の地理的な起源がどこなのかを正確に決定することは難しい。一部の考古学者は、シュメール人が実際にはメソポタミア平原に出自を持つとの観点に至っている。新石器革命、起源前一万年、起源前七千年以降に、ティグリスユーフラテスに囲まれた、肥沃な3日、ガツ地帯において、これまでの狩猟と採集の生活から、牧畜、牛、 羊の飼育と農耕、麦類栽培を主体とした生活が行われるようになったと見られる遺構が、紀元前8000年頃のから発見されている。原フ文化は、原吹き、紀元前6000年、紀元前5300年に栄え、紀元前5000年頃に、メソポタミア南部から広がった、ウバイド文化に継承された。小規模の農業を持つ、組織化され、 紀元前5,500年頃に始まった、ウバイド文化は、この地域において、現在確認されている最古の文化層である。ウバイドは、ウルシから、西6トルに位置する遺跡名である。ウバイド文化は、ザグロス高原北西部付近、など、に、文化的根拠地を持ち、ウバイドが主体となった。当初は、天水農耕に頼っていた彼らであったが、ウバイド2期。 グバイド文化中期、紀元前4800年、紀元前4500年には、灌漑農法を考案し、ティグリス川、ユーフラテス川をはじめとする周辺河川から水を引くことにより、これまでの天水農法とは、比較にならないほどの農業能率と農業収益を実現し、年間降水量200ミリメートルの限界線を超えて、周辺地帯に、ま、農耕文化は、拡大。 穀物の収穫は大幅に増加した。これによって、ウバイド文化は他の文化を圧倒し、西アジア全域に影響を与えた。ウバイド期は、紀元前3800年頃に短期間のうちに終焉を迎えたと考えられている。アラビア半島東部やオマーンでの考古学調査から、この時期が湖水面の低下、砂丘の活動開始などの直後であることが明らかになり、 感想の広がりによって、工作活動が不可能になった。エリドからウルクへ移住したという神話が残されている。シュメールの歴史は、シュメール人が文明を築いてから、アッカドやバビロニアの支配を受け、さらにバビロニアがペルシャ帝国に並行されて、シュメール人が姿を消すまで続いた。ウバイド期に続く、次の時期を、ウルク期。 紀元前3500年、紀元前3100年と呼び、この時期は都市文明の開式である。都市文明の担い手はシュメール人だった。ウルク文化機構期には支配階級や専門職人や商人が現れ、ウバイド文化機には認められなかった円筒印象屋が登場した。紀元前3200年頃に、ウルクでウルク古説文字と呼ばれる絵文字が生まれた。ほぼ同時期に、 東のエラムではゲンエラム文字、や、が使われ、エジプト初期王朝時代ではヒエログリフとヒエラティックが使われていた。デビット・マッカルパンらはゲンエラム文字とインダス文字が非常によく似ていると指摘している。これら相互の文化的影響は未解明である。ウルク期に続くジェムデトナスル期、紀元前3100年、紀元前2900年になると、 紀元前3000年頃、銅に鈴を混ぜる制銅合金の製造法が発見され、制銅製の武器が作られた。銅の供給地はバット遺跡。鈴の供給地はトロス三脈の武器の発達によって都市国家間の戦乱時代となり、ウルクの地域は最大に達し、ジェムデトナする文化はペルシャ湾岸まで達した。しかし、ジェムデトナする末期にシュルパクの王の治下で、 メソポタミア全域が大洪水に見舞われ、ウルクの繁栄が終わり、シュメールの中心は機種に移った。初期王朝時代、紀元前2900年、紀元前2350年には、ウル、ラガシュのような多くの信仰シュメール都市国家が成立し、王朝が成立した。考古学的に実在が確認されている最古の王は、紀元前2800年頃の機種第一王朝の王。 エンメバラゲシである。コエラム時代、紀元前2700年頃、三代にわたって、シュメールを支配したと伝えられる。紀元前2700年頃、シュメール下流の都市が繁栄し、騎手は錆びれた。紀元前2600年頃と考えられている、ウルク第一王朝の王ギルガメシュは、ギルガメシュ女子氏によってその名を知られているが、エンメバラゲシの実在が確認されたことから実在が、 確実視されていい。シュメールとの交易相手には、ディルムンが知られており、この時代には広大な交易網が形成されていた。ラガシュの王ウルナンシェの碑文にディルムンと交易していた記録が残っている。が、インダス文明であるとする説を、ヘルシンキ大学の博士トラタスの学者が指示している。設計文字が完全な文字体系に整理されたのは、紀元前2500年頃である。 伝説では、ウルク大事王朝の王、エンメルカルが文字を使ってに幸福を勧告した。コエラム、紀元前2500年、紀元前2400年、時代、エラムが再び、シュメールを支配したと伝えられる。初期王朝時代後期の150年に、シュメール地方の覇権をめぐって、都市国家間の合唱連行の動きが活発になり、時代が転換した。 戦勝記念日ハゲワ氏の石踏みによれば、ウルナンシェの孫エアンナトゥムの地勢、紀元前2450年に、ラガシュとウンマの間でチグリス川沿岸の土地、グエディンナ、シュメール語で、水利圏をめぐって、と呼ばれる記録に、残世界最古の戦争を100年にわたって行った。当初、ウルク大妙長が優勢な地位を占め、ウルク大妙長の王、エンシャクシュアンナが、 国土の王を初めて名乗り、ラガシュ側に加勢した。紀元前2330年頃、ウンマ王のルガルザゲシが、ラガシュのウルイニムギナを破って初めて、シュメール地方の統一を果たし、ウルク第三王朝が成立した。ウルク第三王朝は20年ほど続いた。初期王朝時代の次が、アッカド帝国時代である。アッカドとは、サルゴンが作った。 バビロニアの北にある中心都市アガデの別称である。そこの住民はシュメール語と異なるセム語派のアッカド語を話すため、シュメール人からアッカド人と呼ばれた。アッカド王のサルゴンは当時では特使であった常備軍を有することで、シュメールに対する軍事的優位性を確保すると、統一されたばかりのシュメールに攻め入って、ルガルザゲシを破り、 シュメール地方とアッカド地方からなるメソポタミアの統一を果たした。ジオウリムシュはすぐに暗殺され、マニシュトゥシュが第三代の王になった。第四代の王、ナラムシンは新たな王号として、四方世界の王を採用し、シリア、アナトリアへ積極的に軍事遠征を行った。この時、アッカド帝国の藩とは最大になった。また、 世界で初めて自らを深刻化させた王という記録も残っている。アッカド王朝以降、アッカドの文化はオリエント全域に影響を与え、アッカド語はこの地域の共通語として使用されるようになった。ナラムシンの死後、シャルカリシャンリの時代には、アムル、マルトゥ、エラム、コエラム時代、グティなどの異民族が侵入し、誰が王で、誰が王でなかったかと称される。 無政府状態に陥った。アッカド帝国の支配体制の詳細が明確ではない。この混乱期に、アッカド帝国の支配力は弱体化し、非支配下にあった、シュメール諸都市国家が、それぞれの国境争いで離反、拡挙した。の下で、ラガシュ王のグデアが功能して繁栄し、芸術面で繁栄したことは、グデア座像によって知られている。ナラムシの時代から、わずかな期間で、 彫刻技術が飛躍的に向上した理由が何なのかは明らかになっていない。この混乱を収めたのが、ウルクの王であったウトヘガルである。さらにウトヘガル敗下の将軍であったウルナンムが、ウル第三王朝を創始した、紀元前2113頃。ウル第三王朝、紀元前2113年、紀元前2 0 0年と呼ばれているのは、シュメール人によって再建された最後の王朝の、 時代である。なお、ウル第三王朝と呼ばれるのは、三番目の王朝という意味ではないことに注意。これは、考古学的に、テル・イオカの第三番目ストラトス、地層区分に位置する遺跡という意味の呼称である。政治的には、中央集権制度を整備した。初代ウルナンム王、あるいは二代目シュルギ王の時代には、世界最古の法典である、ウルナンム法典が記された。 この法典は後に遊牧民系民族であるアモリ人の国家で制定されたハムラビ法典とは異なり、道外復讐法を採用していないのが特徴である。ウルナンム王はウル第三王朝における最盛期の王である。地方の諸国家が強さを増すとともに、シュメール人はメソポタミアの多くの部分で政治的な覇権を失い始めると、ウル第三王朝から支配下の諸都市が離反し、 紀元前2004年に東方のコエラムの王によるウル占領によってシュメール人国家は滅亡した。キンダットゥに占領されたシュメールのウルはアムル人のイシュビエッタに奪還され、維新第一王城が成立した。リピトイシュタル法典が知られている。紀元前2000年頃、アムル人が南部を支配する間にアルメニアのフルリ人がミカンに帝国を打ち立てた。両者とも 古代エジプトとヒッタイトに対抗して、自らを守った。ヒッタイトはミタンニを破ったが、バビロニア人によって撃退された。紀元前1757年頃、バビロン第一王朝のハンムラビがシュメールを呼び、アッカドを統一し、維新ラルサ時代が終わった。紀元前1460年頃、カッシート人がバビロニア人を破った。前1200年のカタストロフ。 紀元前1150年頃、エラム人の王がカッシートを打ちまかし、バビロンを陥落させて、バビロニアを支配下にした。バビロニアには新たに維新大尿長が起こり、紀元前1129年頃に、ネブカドネザル一世が、エラム、シュトルクアサを破った。ティグラト・ピレセル三世率いる新アッシリア帝国が、強制となって、その後約300年間はエジプトを除く、 オリエント世界を支配した。紀元前625年、カルデアのナボポラッサルがアッシリアを破り、新バビルニア王国が建国された。紀元前525年に、アケムネス朝、ペルシア帝国のカンビュセス2世によって古代オリエントは統一された。シュメール人は様々な都市国家に居住し、それぞれジックラトと呼ばれる神殿の周囲に集中していた。 彼らは、神が、それぞれの都市を所有すると信じていた。主だった、大きな都市は、エリド・キシュールク・ールなどである。王たちは、軍隊や商業を支配し、都市を統治した。初期王朝時代からウル第三王朝までの期間は、王権が拡大され、都市国家が、領域国家、さらに統一国家へと発展する時期でもある。主な都市国家に、ウル、ウルク、ウンマ、エリド、キシュ、 シッパル、シュルパク、ニップル、マリ、ラガシュ、ラルサガール。初期王朝時代には、都市の王たちは、それぞれの都市の習慣に従って、エン、ルガル、エンシュなどの称号を用いていた。初期王朝末期になり、エンシャクシュアンナが、初めて、国土の王、ルガルからムマ、ついで悪化ド王朝初代のサルゴンから、全土の王、シャルキッシャキという称号を使用する。これは、 王権が都市国家の限定された地区に留まらず、より広い領域に及んでいることを表したものである。さらに、アッカド王朝第四代ナラム神王が、司法世界の王、シャル・キブラ・ティアルバイムの称号を用いたことは、メソポタミア地域にかかわらず、周辺諸国をも支配下に収めた、統一国家を形成したことの指標であると考えられる。また、 シュメー名、両名表と呼ばれる記録が拡中として残っている。以下、概要。王権が天から降って、まずウェイリドにあった。エリドでは、アルリムが王となり、28,800年統治した。は36,000年統治した。二王は64,800年統治した。大洪水が地を洗い流した後、王権が天から降り、それはまず騎手にあった。騎手は戦いで敗れ。 王権はエアンナに移された。そこでは太陽神の子が王と大祭司を兼ね、三百二十四年統治した。ウルクは戦いで敗れ、その王権はウルに移された。ウルではメスアンネパダが王となり、八十年統治した。四人の王が百七十七年統治した。ウルは戦いで敗れた。シュメール人は奴隷を刺激した。女性の奴隷は 織物、圧搾、製粉、運搬などで働いた。石材、銀、銅、木材がインドやアフリカから来た。ラクダの大将が、大牛に引かれた荷車やソリと共に、品物をシュメールへと運んできた。シュメール人は大麦、ひよこ豆、ひら豆、雑穀、ナツメやシュねマネギ、ニンニクレタスニラ、カラシを栽培した。また魚やカキを狩り、牛羊やギブタを飼育した。 主要な駅蓄としてはお牛を、主要な輸送用動物として、ロバを刺激した。シュメール人の農業は、灌外に依存し、灌外は羽鶴べ、運河、水路、堤防、石、貯蔵庫を使って行われた。運河の維持のために修復作業と沈礼の除去が、たびたび実行され、政府は国民に運河で働くことを求めたが、浮遊なものは免除された。 農民は運河によって、畑に水を引き、お牛に地面を踏みつけさせて、雑草を枯れさせてから鶴橋で畑を引きずり、旗土が乾いた後で彼らは、好きでスき、マグワで鳴らし、熊手でかき、ネホリグワで土を砕いた。乾燥した秋には、刈り取るもの、束ねるもの、束を整理するものの三人一チームで収穫した。 農民は、穀物の上部を茎から分離するために脱穀用車を用い、黒竜を引き離すために脱穀用のソリを用いた。穀物と殻は振るい分けられた。他にも、シュメール人は、最初に植物と動物の両方を育てていたと考えられているが、前者の場合は突然変異の草を系統的に栽培、収穫することであり、これは、 今日一粒小麦や二粒小麦として知られているものである。後者は原種の羊、ムフロンに似るや牛、ヨーロッパや牛を出産させて飼育することである。シュメールの神殿は中央の本殿と一方の側に沿った側廊からなっていた。側廊は神官の部屋の側面に立っていたであろう。一つの橋には縁談よび動物や野菜を一軒に捧げる練の テーブルがあったであろう。穀物層や倉庫は通常は、神殿の近くにあったろう。後に、シュメール人は、人工的な多層段丘、ジックラとの頂上に神殿を置き始めた。シュメール人最大の都市は、ウルクであり、その大きさは、ギリシアのアテネより広範囲に及ぶ。シュメール人は、地母神である、南ム、愛の女神であるイナンナ、またはイシュタル、風神であるエンリル、 雷神であるマルドクなどを崇拝した。シュメール人が崇拝する神々、ディンギルは、それぞれ異なる都市からの関連を持っていた。神々の信仰的重要性は、関連する諸都市の政治的権力に伴って、しばしば増大したり減少したりした。言い伝えによれば、ディンギル、神たちは、彼らに奉仕させる目的で、粘土から人間を創造した。ディンギルたちは、しばしば彼らの怒りや、 欲求不満を自信によって表現した。シュメール人の宗教の要点が強調しているのは、人間性のすべては神々のなすがままにあるということである。シュメールにおいて女性は他の文明よりも高い地位を達成したが、文化は主として男性により支配され続けた。シカーランアイマーカス曰く、シュメール人は個人の人生においてやや厳しい展望を持っていた。あるシュメール人は、 私は涙、悲嘆、激痛、憂鬱と共にある。苦痛が私を圧倒する。邪悪な運命が私を捉え、私の人生を取り払う。悪性の病気が私を犯すと記している。また別のシュメール人はこう書いている。なぜ私が無作法なものとして数えられるのか。食べ物はすべてあるのに、私の食べ物は飢餓だ。分け前が割り当てられた日に、 私にはり当てられた分け前が損失をこむったのだ。シュメール人は宇宙が鈴星のドームに囲まれた平らな円盤から構成されると信じていた。シュメール人の大世は悲惨な生活で永遠に過ごすためのひどい地獄へ降下することを含んでいた。紀元前3000年頃には土寮校などに関する記録がある。紀元前2000年頃に一度、 十を表す記号によって六十進法が整理され、天文学の分野が発展した。分数や小数の概念も存在し、調税や配分などの管理、農業における高地面積の計算、建築などに用いられた。シュメール文学の大部分は、アッカド語の翻訳をはじめ、アッシリアやバビロニアでの複製を通じて、間接的に保存されている。助辞詩、参加、 知恵文学などがあり、ギルガメシュを主人公とした一連の作品のほか、農業の方法が書かれた、農夫の教え、学校をテーマとした、学校時代などがある。記録が残っている中で最古の文学者として、エンヘドアンナ王女が知られている。シュメールの投稿は、陶器を杉油の油絵で飾り立てた。投稿は、陶器を焼くために必要な火を起こすために弓切りを用いた。 石細工や宝石細工には、造毛、金、銀、宝塩鉱が使われた。シュメール人は、ノコギリ、革、のみ、ハンマー、土メガネ葉、釘、留め針、宝石の指輪、クワ、斧ナイフ、槍、矢、剣、ニカワ、探検、水袋、バッグ、バグ、棒音、甲冑、矢筒、鞘やブーツ、サンダル、森などを製造する技術を持っていた。 城壁は、シュメールの都市を防御した。シュメール人は、彼らの都市間の包囲戦に従事した。日干しレンガの壁は、レンガを引きずり出す、時間的余裕のある敵を防ぎきれなかった。シュメール人の軍隊は、ほとんどが不評で構成されていた。そのうち、軽装不評は、斧、探検、槍を運搬した。正規の不評は、さらに銅製の株と、フェルト製の街灯。 カワ製のキルトなどを着用した。シュメールの軍隊は古代ギリシャ同様の重装不評を主力とし、都市防衛に適したファランクスを編成していたことで知られる。シュメール軍は投石器や単純な弓を使用した後世に人類は合成の弓を発明する。シュメール人は戦車を発明し、オナガー、ロバの一種を牽引に利用した。初期の戦車は 後世のものに比べて、戦闘時において、あまり有効に機能せず、搭乗員は、斧や槍を運び、戦車は主に輸送手段として、役立ったとされる。戦車は、二人の搭乗員が乗り込んだ四輪の装置で、四頭の、お長を牽引に利用していた。台車は、一つの折られた籠と、頑丈な三辺設計の車輪から構成されていた。シュメール人は、控え壁、 補強壁の一種イワーン、半円柱、粘土空気などを用いた。チグリスユーフラテス両岸の平原には、鉱物や樹木が不足していたため、シュメール人は平ら、または一つの日干しレンガで建物を作ったが、それらはモルタルあるいはセメントで固定されてはいなかった。平凸のレンガは丸みを帯びて、多少不安定で、シュメール人のレンガ孔は、レンガの列を、残りの列に対して垂直に置き、 その隙間を、歴世、穀物の茎、沼地の足、雑草などで埋めたと推測されいる。また、様々な色の粘土釘を組み合わせて、壁に差し込み、世界初のモザイク壁を作ったとされている。シュメール人のボートの方は次の三つである。下剤や、利尿剤は、シュメール人の薬の大多数を占めた。シュメール人は、尿、酸化カルシウム、肺、塩から小石を生産した。 彼らは、ミルクヘビの皮、カメの甲羅、カシアケイヒ、ギンマイカタイム柳いちじくよなしもみナツメヤシどを組み合わせた。彼らは、これらとワインを混ぜ合わせて、その生成物を軟膏として塗った。あるいは、ビールと混ぜ合わせて、口から服用した。シュメール人は、病気を魔物の征服とし、体内に罠を仕掛けられるようになると説明した。 薬は身体内に継続的に済むことが不快であることを魔物に納得させることを目標とした。彼らはしばしば病人のそばに子羊を置き、そこに魔物を誘い込んで吐殺することを期待した。利用可能な子羊でうまくいかなかった時は、彫像を使ったかもしれない。一万一、魔物が彫像へ入り込めば、彼らは像を歴世で覆うこともした。1877年。 フランス隊によって、テロー、シュメール都市、ラガシュ遺跡が発掘され、シュメール文明の存在が明らかにされた。以後20世紀の20年代にかけて、シュメールの主要都市であるニップルウルウルクの発掘が、米、エー、ドクによって行われ、シュメール語で書かれた設計文字年度版が多数出土した。1922年に始まった、イギリス人工古学者レオナード・ウーリーによるウルデの 発掘はよく知られている。日本で古代オリエント研究の宣鞭をつけ、1916年、大正5年にバビロン学会を起こした原田恵子は、ハムラ美法典を研究する中で、バビロン民族の要望や宗教、宗族、言語などに、日本民族との類似点を多く見出し、過去にバビロン民族の一部が日本に移住してきたという仮説を提唱した。 関東大震災によって、バビロン学会の活動が停止した後、1927年、昭和2年に、大山済神社の宮寺、三島敦夫が、原田の論を継承発展させ、日本人シュメール起源説を提唱した。第二次世界大戦中に、高間ヶ原は、バビロニアにあったとか、天皇古将の古語、スメラミことは、シュメルのミコトであるといった俗説が横行した。このため、 シュメール学の京都大学、中原よも苦労がこれを避けるため、シュメールと超音記号を入れて表記した。これが、現在の日本語の慣習の起源である。1940年、小島武彦と中正寺明と陸軍軍人、高島達彦の発案で、スメラ学塾が開校され、その思想に感化された川添志郎、小島武彦のいとこ、後に、イタリア料理店。 キャンティーオーナーや建屋の坂倉純蔵らが、スメラクラブという文化サロンを結成した。塾党には、末継のブマ海軍大将がついた。原節子の義系の映画監督、熊谷久虎もスメラ学塾に参加し、学塾内に劇団対王座を結成する。中生司は、城代において、日本を、根軸くとする、スメラ太平洋圏があり。 進行中の太平洋戦争を、上代スメラ太平洋剣復興への候補軍、スメラミイクサと考えていた。しかし、坂倉の義父である西村伊作は、坂倉らが関係しているスメラという団体は、人類の根本の人種であるスメル人が日本にも移り住み、それが日本の天皇のスメラ命になったと言っている一種の古代妄想教だ。坂倉は、この戦争に勝って、 オーストラリアを全部取ったら、別荘を作って遊びに行ったり、飛行機でパリに買い物に飛んでいく、というようなことを空想していた。と書き残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。